最近また信長の研究してますけど、いろいろ見てみますけど、どうやら長宗我部元親説が最有力ですね。長宗我部が2つの城残してね、残して領土安堵してくださいって言ったのに、阿波の三好を建てて、もう6月2日に三男信孝に。で、もう四国攻め命じてますからね。織田のね。明智光秀は長宗我部と部下の斎藤利三を通じて仲良くなってて、もう親戚関係になってますんで、親戚を殺されたい人なんていませんからね。ね。とにかく最初は信長は長宗我部と組んでたんですよ、四国はね。あと阿波の三好、まあ今徳島県あたりかな、ちょっと右上ですね。ところが長宗我部が領土を拡大するのに信長の態度が一変して、長宗我部に四国を取らすのはまずいっていうことで、阿波の三好とね、組んだんです。阿波は三好にやらせ、あ、土佐は、あ、こうね、四国はね、三好家にやらせるということですよね。この間、なんで山崎の合戦に、長宗我部も間に合わなかったかっていうと、やっぱ、まあ、四国という島国も、まあ、あるけども、島国の中の島国もあるけど、三好家が、まあ、あったわけだからね。淡路島へ到達するのは難しいと。まあ、とにかく親戚が大変な時にそれを殺せと言った人が、部下がね、16、7の若者が50人なんて、大人だって数人しかいないしね。で、スペインのね、資料によると、私は自分を、窮地に落としたっていうようなこと言ってますからね。まあ親戚をやられるだったら50人しかいない、1万3000人しかいないから。ただね、周りの人間もね、動いたね。囲碁の名人といった和尚がね、なんとかという武士にね、なんとかの神という武士に静岡まで運んでくれって、まあ富士宮には県の指定のね、柊の420年、樹齢420年の、ね、寺の木の下にね、首が待ってるって言いますけどね、あまりにも関係ないからね、静岡と信長ってね、だからみんな信じないんだろうですけどね。とにかく、そしてこの絵先さね、関白になった。後の後水の天皇のね、おじいさんにもなるね、有力者、忽然と消えるんですよね、織田信長も消えた、この絵先さも消えた、全関白も消えた。あ、太政大臣か、消えたって。ねえ。静岡の浜松の寺へ行って、龍山っていうね、龍なんとかっていうお寺だから龍山っていう、剃髪してね、お坊さんになってるんです。そして哀れんだよね、信長がね、哀れだったね。もうほぼ日本を、ね、天下に治めてたんだからね、手中に治めてた。から本能寺の変の前に、上杉家にね、明智光秀から手紙が来てるんですよね。だから、まあ、前々から、そういうのは、あったのかもしれません。まあ、武田信玄が53歳で、ね、亡くなったっていうのは大きかったんですよね。まあ、武将、大将が変わることによってね、軍団も変えるからね。
長男が、まあ、今川攻めるときにね、今川の嫁もらっとるからね、信玄と争って死に、で、次男、三男、次男は坊さん、三男は、まあ、病弱だからね、もう四男の活用しかない。ね、うん、数の女は家族思いだったんだ、うん、ちょっともう鉄砲な、まあ、武田信玄とは違うね、あの流しの、鉄砲の突撃を繰り返してね、3000丁でしょう、1万5000でしょう、でも2万3万もあったんだけど、今はとこがあるよ、3000丁だってことは1人5発撃てば終わっちゃうんだよね。これは誰も言ってません。まだね、3000丁の鉄砲があれば、あと馬防柵があればね、武田の騎馬軍団、まあ、とにかく信長の死は